こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこの SD ガンダム BB 戦士より新 SD 戦国伝超機動大将軍の武者ゴッドマルです。それでは見ていきましょう。ということで、前回のこの SD ガンダム BB 戦士の7人の超将軍編終わって、今回から新しくこの超機動大将軍のシリーズを作っていきたいと思います。で、一番最初はこの武者ゴッドマルですね。見ていきましょう。三段ワイド変形でここに剣山ということで、かっこいいですよね。ゴッドマルで横こういう感じですね。はい、で、はい、こういう感じで軽装タイプ武者形態、そしてスーパーモード爆熱の陣ということで、もう3つなるってすごいですよね。はい、で裏はまあこういう感じになっています。ということで開けていきたいと思います。中身を取り出すと、この説明書とランナーが入ってますね。それではランナー開けたいと思います。それではランナーを取り出すと、まずこの白いランナーが2つと、このちょっと濃いめの青いランナーが1つで、金色のランナーが1つと、シール、ポリキャップ、そしてガラス玉が入っていました。それでは早速作っていきたいと思います。それではまずは体から作っていきたいと思います。で、この体の真ん中に宝玉があるんですけど、今回それはガラス玉で再現されてるんですよ。で、今このシール貼ってるんですけど、このシールの真ん中にはゴッドマルの5の字が書かれてますね。で、このガラス玉から覗き込むことによって、その5の字が拡大されて見えるっていうめちゃくちゃすごいギミックがあります。これあれですね、7人の超将軍編の爆竜ガンダムも同じ構造を持ってましたね。で、こう足で、次手で、これどっちも同じ感じでこうパーツになってるので、右も左にも同じなので、こう片方だけ作ってます。そして刀、それでは軽装タイプにしていきたいと思います。まず頭をつけて、腕反対側もつけて、足を取り付ける。はい、これでゴッドマル軽装タイプです。どうでしょうか、このような感じになってます。そしてこれ剣が2つついてるので、このように刀を持たせることもできます。それではこのゴッドマルの軽装タイプと比較をしていきたいと思います。まずは、はい、このゴッドマルの小さい頃の姿ですね。 V 丸ですが、このくらいの感じですね。うん、でこっちがチービーフレームだったかなっていうのが使われているので、ちょっと小さめにできてますね。はい、そしてこのゴッドマルの兄、武者ビクトリーです。はい、で軽装タイプがこういう感じですね。うん、やっぱりこの武者ビクトリーパーツ数も多かったので、軽装タイプでもめちゃくちゃ豪華ですよね。はい、比較はこのような感じです。はい、そして可動なんですけど、この説明書にこう書いてるこういう蹴りポーズ、腕足を可動させてかっこいいポーズを取らせてみようっていう、まあ、こういうポーズも取らせたりとかできますね。うん、まあ、この腕がこう軸で回転して、足の根元がこうボールジョイントっていう感じですね。で、首も軸っていう感じです。はい、可動はこのような感じです。それではここからは武者形態にするためのパーツを作っていきたいと思います。そしてこの武者ゴッドマルの説明書に書かれていることを読んでいきたいと思います。ビクトリー大将軍の力によってアークに再び平和が訪れ、十数年の時間が流れた。しかし半年前、一
人々の間で大将軍の容態がおかしいと囁かれるようになってからは、アークの様子が激変し、民は圧政に苦しんでいた。そんな中、各町に一人の男がお尋ね者として張り出された。お尋ね者、ゴッドマル、これは一体どういうことなんだということで、ここから漫画につながるわけですけど、この漫画でこのゴッドマルめちゃくちゃかっこいい必殺技を繰り出すんですよね。ということで、この漫画はレビュー終わった最後に読んでるので、それまでぜひレビューをお楽しみいただければと思います。それでは武者形態にしていきたいと思います。まずはこのバックパックですねを取り付けます。はい、そして肩、はい、を取り付けて、はい、そしてでこのさっきの刀もここに取り付けれるみたいなので取り付けます。はい、そして兜をかぶせると、はい、ゴッドマル武者形態です。このような感じになってますね。うん、いや、かっこいいですね、このゴッドマル。初めて見たな。うん、なんかこの前だれっていうか、この肩からこう垂れてるこの感じとかいいですね。あの V 丸の時のこのこれっぽくて、なんかいいですね。豪華になったみたいなっていうのと、あとこのバックパックのちょっとこのちょっとごつさ、はい、このちょっとごついような感じで、こう剣も入ってて、でこう分割線があるっていう、このギミックてんこ盛りみたいな、このバックパックめちゃくちゃかっこいいですね。うん、この兜の形とかもまたいいんじゃないかなと思いますね。うん、かっこいい。でさらになんと、この武者形態からさらにスーパーモードにすることができるので、やっていきたいと思います。さて、まずはこの後ろから展開していきますか。この羽みたいな部分をこのようにして展開、はい、そして反対側もこうやって展開、はい、ちょっとこうクジャクっぽくなりますよね。でここもここを軸にこう開くことができるので開きます。はい、すごいな。でこっちも、はい、こうやって開くと、うん、そしてここのクロウの部分を出す。で反対側も出して、そして最後この兜の位置を、これをこのようにくるっと前に持ってくると、はい、ゴッドマルスーパーモードです。このような感じになっています。はい、どうでしょうか。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。いや、すごい、あの武者形態からさらにパワーアップするってちょっと考えられないですね。かっこよすぎるな。うん、ちょっとこのクジャクっぽい後ろのやつとか、このこれを開いた時に出てくるこの爆熱の文字とか、この金メッキの苦労とか、ちょっとかっこよすぎる要素が多いな。すごいですね。でこのちょっと鳥っぽいこういう角、うん、かっこいいですね。でこのここにもこう鳥がいるんですよね、ピピって。うん、なんかこの兜のこう兜からこう鳥の頭みたいなのが出てるのがちょっとあれですね、ビクトリー大将軍っぽいですね。うん、若干。うわ、すごいですね、ゴッドマル、かっこいいな。うん、でこの2つの剣をこうやって出してきて、こうやって手に持たせることもできるんですよね。かっこいい。はい、こういう感じで、はい、いや、めちゃくちゃいいですね。であまりポーズといったポーズはこうつけられる感じではないんですけど、やっぱりこのバックパックとかこの
兜とか、まあ、全体的にすごい派手なので、うん、かっこいいですね。はい、このような感じです。それではここからは比較をしていきたいと思います。まずは V 丸の武者形態です。このような感じですね。それでは次は武者ビクトリーの武者形態です。このような感じになってます。いいですね、この2人の並び、うん、兄弟っていう感じで、いやどっちもかっこいいですよね、うん、はい、比較はこのような感じです。ということで今回の武者ゴッドマルのレビューいかがだったでしょうか。このキットとしてはすごく作りやすかったですね。で、各所こうギミックとかこういうあるじゃないですか、変形とかあるにもかかわらずすごく作りやすいキットになってました。で、こう変形しますしね、うん、で3段階楽しめるっていうのがすごく良かったですね。で、こうガラス玉も入ってますしね、うん、で、このゴッドマルのゴの文字が入ってますよね、うん、このガラス玉でこう文字が拡大されて見えるっていうのとかすごいですよね、うん、自分好きですねっていうのとか、こうめちゃくちゃかっこいいので、とにかくさすがこう超機動大将軍の主人公を務めるだけあるといった感じですかね、うん、めちゃくちゃかっこいいのでぜひ気になった方は手に取ってみてはいかがでしょうか。それではここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。はい、ということでこの武者ゴッドマルの説明書についてる漫画読んでいきたいと思います。第1話お尋ね者ゴッドマル。天の島事件より十数年、アークの国、ご用だご用だ、ついに追い詰めたぞ。ガンダム軍団大将軍様の命により、この討伐隊長ネロス様が貴様らを撃つ覚悟。ビュアパシ、こんな力で隊長だとよ、ガンダム軍団も地に落ちたな、ゴッドマルよ。パキ、まったくだ鋼丸、相手にせず先を急ごう。バカにし腐って、野郎どもまとめてのしちまえ。そうは言ってもちょっと怖い、どうしてもと言うならグオー、見よ爆熱の陣、うなれ爆裂、とどろけ熱波、熱火爆輪山、ズバッドガーン。今のはわざと外した、正面から味わうか。あわわボボボボボルト、熱い戦いぶり見せてもらうぜ。ポキポキガキンプン、早い、やる気になったぜ、ガチで。で、次回を待てということで、はい、こうゴッドマルと何者かが戦うっていう感じになってますね。まあボルトって言ってましたね、このボルトとゴッドマルが戦ってるんですけど、これからどうなるんでしょうかということで、はい、この熱火爆輪山めちゃくちゃかっこよかったですね、うん、という感じですね、うん、ということで今回からこの超機動大将軍編やっていきたいと思います。レビューを、はい、でこれは順番通りにやっていこうかなと思ってます今のところ。はい、こういう感じで見えるかな、はい、あるので、次今のこのゴッドマルが141なんですよね。なので次はこれかな、142の鉄器武者鋼丸、さっき漫画にも出てきてましたね、かなと思います。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。